時刻は9時です。おはようございます。フォースシーズンズサウンドクルー中野浩二が生放送でお送りしています。神戸中戸店上空ちょっと晴れてきましたよ。明るくなってきました。ここからはアイナックプロファイルのコーナーです。神戸で活躍をする女子サッカーチームアイナック神戸レオネッサなでしこリーグを応援していきますよ。先週はですねアイナック神戸アンバサダーそして試合解説もされている甲斐淳子さんにお電話つなぎましてアイナックの最新情報をお聞きしたわけなんですけども、今週からはまた選手同士がインタビューを行い合うという企画が再びスタートいたします。今日登場するのはこのお二人。フォーシーズンズをお聞きの皆さんおはようございます。アイナック神戸レオネッサの10番の大野忍です。ここからは私が福本選手の素顔に迫りたいと思います。福本選手おはようございます。おはようございます。ゴールキーパー31番福本美穂です。普段は福ちゃんと篠の呼び名で呼び合ってるので、これから福ちゃん篠で呼ばせてもらいます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。神戸のお気に入りの場所は？あーそうですね、やっぱり夜景かな。あーその夜景が見れるいい場所ありますか？自分が好きなのは夜にもう全部ケアとか終わってロコアイランドから街に帰る時の夜景が好き。わかる？わかる。それわかるわ。橋を、うん、あれいいですね。あれ最高です。あーいいですね、はい、疲れをねこうぜひ皆さんもね、そうですね、ロックアイランドから出るときにあここが福さんの好きなところだみたいなのを見てもらえます。福ちゃんにとってシノはどういう存在でしょうか？お同い年なんですけども、本当何歳だろう、中2 中2じゃないわ、高1かな、高 1, 高1でなんか日本代表みたいなやつで選ばれて会ったのが初めてなんですけども、本当昔から知ってて、まさか同じチームでできるなんて思ってなかったんですけども、昔から変わらず子供というかやんちゃプレーを発揮しててけど、本当に今はもう私たち33だっけ。そうですね、33になっちゃったんですけどもなっちゃったな、33歳、大人になっちゃったね。けどなんかいつも元気をもらえる存在で、こう一緒に頑張れる存在です。キャ本当にキャですねキャなトークになってしまいましたねこっちは聞いてるのも恥ずかしくなってしまうようなトークでしたね、はい、くちゃんは寝るとき何か抱きしめて寝ますか？絶対ないでしょなんだよ、聞きたくないし。あるじゃん、なんか枕とかさ、はい、なんかまっすぐ寝てる。確かに遠征よく一緒の部屋とかあったけどマジ寝相いいもんね。もうマジでいるのかなって思っちゃうぐらい心配になるぐらいですよ。手を確かに両手をお腹ぐらいに置いてまっすぐ寝てるどんだけよ、どんだけの寝相の良さよそれ、まあね、だから何も抱きしめてないです。そうだよね、はい、以上お題トークでした。最後に福本選手サポーターやキスナーさんへのメッセージをお願いします。はい、まずは私たちのラジオを聞いてくださってありがとうございました。まだまだアイナック神戸で優勝が目指せる位置にいるので、とにかく一戦一戦に全てをかけて見ている皆様に伝わるプレーができるように頑張りたいと思いますので、今後ともアイナック神戸をよろしくお願いします。お願いします。ということで今朝は大野忍と福本美穂のお送りしました中野浩二さんスタジオにお返しします。はい、ありがとうございました。インタビュアーしてくれた大野選手の声ってなんかアニメの声優さんみたいですね。かわいい、いいですね、聞きやすい。福本選手もいろいろありがとうございました。お気に入りの夜景、六甲アイランドから街に帰る時の夜景、確かにこの海側から見上げる街の夜景っていうのも良かったりするんですよね。アイナックプロファイル、今朝はですねアイナック神戸レオネッサから大野忍選手がインタビューは福本美穂選手をプロファイリングしてくれました。今後のアイナック神戸レオネッサですけども、今度の日曜日です、8月20日に兵庫県三木総合防災公園陸上競技場でアルビレックス新潟レディースと対戦です。現在リーグ2位ということで、優勝するためにも一つでも勝利を重ねないとというところですけども、まあアルビレックス新潟レディースには前回負けているということもありますからね、
簡単には勝てないと思いますけれども、しっかりと応援して勝ち切っていきましょう。以上、アイナックプロファイル、次回のこの時間もお楽しみに。